こんにちは、柴田です。今回はすごい戦いです。おはようございます。まずね、1本ずつご紹介させていただきます。こちらのギターはギブソンのレスポールスタンダード58年のリーシューモデルで、カスタムショップ製になっております。これはですね、僕の持っているギターの中で一番気に入っているギターで、こんな音がするギターないかなと思ってずっと探していて、やっと見つけた一本なんです。実はこれまだ動画に一度もしたことがなくて、購入したのはねもう3年ぐらい前なんですけれども、インスタの写真とかには載せたんですが、今回初お目見えとなります。もう本当にね、理想のギブソンのレスポールの音、58年のリーシューモデルなので、ネックはねゴン太なんですよ。この太いネックからね出るね、レスポールらしい音、らしい音がすごい好みで、やっと見つけたというふうな感じでございます。そしてもう一本がこちら、千葉管楽器さんからお借りしてまいりました、プロビジョンのレスポールタイプになっております。プロビジョンというのはですね、僕も初めて聞いたんですけれど、山口県に工房がありまして、オールハンドメイド、すごいですよ。材はですね、本マホバッグ、本マホのネックに、なんとハカランダの指板、そしてフィギュアドのメイプル、いい感じのメイプルになっております。もう材も作りも最上級、なんと国産のレスポールタイプで72万6000円と、本当に最高峰のギターになっております。もちろんオールハンドメイドなので、ピックアップも手巻き。これはですね、千葉管楽器のマイスターが生鳴りがねすごいというふうな話だったので、早速ね生音いきましょうか。うん、確かにですね、独特な鳴り、ボディからというよりはね、この辺の中心から音が鳴ってきている、なんかそんな印象ですね。やはり新しいのでね、なんか若さがある、なんか張りがある感じの音ですよね。では続いてギブソンいきましょうかね。生音です。うん、重い、ギブソン独特のこの重厚感があるサウンド、落ち着いてますね。でプロビジョンをナチュラル系で鳴らしていきましょう。うん、フロントしっかりと張りがあります。うん、粒感が良くてね、粒立ちもねすごく綺麗。うん、うん、すごい綺麗な音ですね。続いてギブソンです。でフロントから、重い、太いですよね。
ライブかけます。プロビジョンです。特徴としては張りと抜けですね。音の張りとそれがこう抜けていく指板の違いがあるんですかね。ではこれに OD1 を乗っけてみましょう。ティンもね、気持ちいいっすね。では続いてギブソンです。感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあね、どちらもね、色があって非常にいいギターだなと。弾き心地はね、どちらもいいです。サウンド的にはこのプロビジョンはまだ若いので、張りがあって抜けがある、そこがね最大の特徴じゃないでしょうか。元々の材が非常に素晴らしい、作りも素晴らしい、これからさらに良くなっていくのがもうね保証されているようなねギターです。本マホでね、測らんだはね、もうね、なかなか手に入らないですし、このスペックでギブソンだったら、もうね、何百万ですよ。それぐらい貴重な材を使われているギターになっております。プロビジョン。なかなかね、楽器屋で見る機会はないかと思うんですけれども、まあ、この動画が参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。シーバーグでした。